あ、俺たちゲージが溜まっている。これはただただ光るのみですね。お、さあ大キック減らない。エスホークだったら死んでますね今の。あ、減るってこと。はい、後ろに向いててもホークの台風はちょっと何回りがあるんですよね確か。ああ、そういうのあったかも。そういうの。さあ抜ける、うまい。ヒデがいなくてもヒデ嫌いということでね。さあヒデ最近でも結構好かれてるっぽいんですけどね。なんか多分あんまり来れてないじゃないですか。そんなことない。あ、結構ね来れてないですね最近。そういうの何やってるの。仕事はめ臭い気が。そうなのかな、うん。さあ、闘魂さんが勝ちそう。いや、まだわからないよ。あっと、まだあるよこれ。まだわからないよ。おっと、なかった。さあ、闘魂さんがいい動き。これもし闘魂さんが勝った時のためにこっちのチーム2人目決めておきましょうかね。あんまり応援に一生懸命になってても進行にあれがあるので。さあ誰がいいんだろう。ペコスケの S 剣か長州剣、さっき闘魂さんに結構バレてたんで全然ダメですね。中島がいるか、そうですね、参加費まだの人がいるらしい。黒いワン100円もらった。お、バイパーさん。あれ、まさかバイパーさんが割れてしまった、やばい。誰誰か行きたい人。誰これ。あ、山本さんが立候補。キャラなんでもいいよ。猪俣くんいる？の試合中かな？の試合中かな。野口くんさっきこの辺いたのにね、金を払わなかった。さあほぼほぼ元さんが100円す。さあ最近ラーメン屋にいるらしい猪俣弟。2点目オープンですか？2点目オープンしてください。もっと何大門遠いんでね、池袋あたりに板橋深池袋ね。ねえ、この辺だと行けるんだよね。さあラーメンじゃなくて居酒屋をオープンするらしいんだけど、ほぼ山好き、ほぼ山好きらしいですよ。さあ、ゲージを食べているほぼ山、ほぼ山。ほぼ山、ほぼ山、ほぼ山、なんか結構言いやすいですね、ほぼ山。さあ、行け、ほぼ山、ほぼ山。リバサと天照略を食らっていく。ほぼ山、ゲージがなくなる。ほぼ山、死にそう。さあ、ほぼ山はピンチ。お、抜けたが、投げたかった。ほぼ山、頑張れ。ほぼ山さん、ほぼ山破るる。噛み合ってなさがすごい。さあ誰か我こそはっていう人。おっと、ガマチジさんが立候補。さあ、なかなかきついんじゃないですか。そうですね、なぜ立候補していくのか。個人的にはペコか中島にとっとと言って殺してほしいところなんですけど、なぜか行かないですね。いやいや、長州チームがチューンディング。まあまあ立候補優先ですよ。でもガマチチさん、うまい。ひょった。さあ、はいはいはい。おっと、つながってない。つながってない。かっこいい、補正陣みたいな。つながってない。おいしいな。さあ、ちなみに X には補正陣はありません。ないっすね、根性陣はだけっすね。さあ、コンボ。さあ、頑張れガマチチ、投げ返せガマチチ。ひよってしまった。さあ、ベガは復帰が遅い。さあ、やられる前にやるかみたいな感じのノリになってますね。さあとりあえずチュンリー飛んでくるんで対空なんとかしたいとこですよね。さあ踏んで脱出成功。こっからですかね。さあ投げて、これはガマチチラッシュがあるか。さあちょっと運が悪い。さあ、ゲージがあるが、撫でられてしまう。さあ、誰が行く？もう結構やられたんじゃないの、うちのチーム。
さあ、いいよ、中島行ってくれて。この間大活躍だった中島。本田？本田？いや、ガエルじゃない？さあ、ガマチチさん、東西線も深谷線も全部5段ミスってると、ツッコミが入ってます。そうだったのか。よく知ってますね。結構ガマチチファンらしい。よく見てる。さあ、今日の闘魂さんは調子がいいのかもしれないですね。野試合で長州天も結構殺してましたし。あ、いつもはいけるんですか、もっと。基本的に負けないですけどね。さあ、おっと、中島結構怪しかったが、う、結構遠いな。これはいい勝負。さあ、ゼロドット飛んじゃう。こ、ガム、ガム、おお、これは中島頑張った。ダブル KO。今のよく飛びましたね。間に合いましたね。中島根性値がありますね。今のよく耐えました。サバー、さあ逃げそば、いい感じの逃げそばですね。さあ今度は中島盤石か。さあ1ラウンド目のラッキー勝利から、さあ中島も最近はニュートンはもう参加比率 100% 誇るやる気でですから。ニュートンとデイトナーが多いですかね。デイトナーも行ってんな多分。おっと、サマー、そう、逃げそば、あの逃げそばいいですよね。あれは、うん、何も当たんないですからね。詐欺当てになるそばですかね。さあ、これは中島が仕事をしそうだ。さあ、ベロドット仕事をした。中島はニュートの大会強いなぁ。さあ、止めた。さあ3人ぐらいやれたの今。そうですね、草誰出していくか。いや、草チーム強くないこれ。さあ、ゆうべが野口、言うてもゆうべが誰出てんのこれ。さあ、誰が出てきたか。破天荒さん、破天荒さん。さあ今日もオレンジの破天荒さん、なぜかいつもオレンジ。そうですね、なんかオレンジなんですよね。竜はオレンジじゃないんですけどね。あれやっぱリスティさんを避けてる。まあリスティエキスパーと同じに見られたくないのかもしれないですね。俺はリスティとは違うと、うん、もしくはダッシュからやってますみたいな、まあ、初代。さあ破天荒さんが画面端に追い詰めてシンクも持っているんですけれども、さあプレッシャーをあまり与えられてられている感じではないですね。さあここは行きたい。さあいいですね、しっかり竜がいるっぽい。そうですね、今の見てからなのかな。見てからだったら偉いですね。話だったら偉くないですけど。え、どこかでパナせばいいんじゃないの。あれパナしてもだってスイッチ水弾されるじゃん、バックダンプされるじゃん絶対。まあそうだけど。ガエルが動いてなかったら最低でもガードはさせたいからね。真空はアッパー様入んない前でしたね。入んない。まあ大キックからもう入れにくい感じだったのかな。これは中島優勢。これは破天荒流つらい。さあめくり竜巻をガードされて端っこでし、おっとこれは真空当てればまだあるよ。さあこれはちょっと、さあどう、まだこれはあるよ竜。どうなんだ。さああーっとこれは時間がない。おお、よく殴ったな今。すげえ、まあ、ちゃんと見えてますね回転が。中島偉い。さあ危なかったですけれども、ニュートンの大会には定評がある中島が。さあそして出てくるのはハゲ、キャラかぶせに定評があるハゲ。エッサガ、ダルシムでしょ。ダルシムも使える。まあエッサガでもいいですけど、ダルシムなんじゃないかな。どうなんだろう、どっちでもいいんじゃない。自信がある方。
ラルジムだ。さあでもまあメインキャラのガイル使いは割とダルシサブキャラのダルシムには勝ってるんでね、頑張ってほしいですね。さあダルシムガイル、ダルシム側がガイルを知らないと結構、うん、難しい、難しかったりするんじゃないのかな。インフェルノがあるから取り返しやすいっていう組み合わせなので、インフェルノ自由に出せなかったらぶっちゃけガイルリードされると辛いですよね。ガイル、ダルシム側は触り放題なんですけれども、これもだって勝てないっしょ、ダルシム難しいですね。あ、エッサガだったな。中島ニュートンの大会では強いですね。あれこれもう東郷さんの勝った分追いついちゃったんじゃない、わかんないけど。さあ誰が死んでるのかわかんないですね。3人死んだのと3人死んだのじゃない。さあ草田沢グッチ、ゆうべが野口出てきたのは田沢ガイルかな。田沢さんではないことでおなじみ田沢さんです。田沢さん、はい、田沢さんではないらしい。おっとジャンプ大パンチ、これは田沢の方が年季が入っている感じですかね。さあ経験値の差を、さあいやー繋がる、これはしっかりしていた田沢ガイル。さあ開幕ガイルガイルってどうなんですかね。ソニック打ったもの勝ちなの。ソバちゃん様、まあ、ソニック赤島が見せていく。この体力差を飛んでいく必要があるのか。まあギフトはやりづらいからあるじゃないですか。なるほど、相打ちじゃないですかね。そうそう、まあ、ソニック絶対打ってくるっていう自信があるんだと飛んでもいいですかね。さあ相打ち、これでもドローになりかねない。あーっと耐えた。死ぬ可能性はありましたかね今のチューティック。大丈夫ですかね。絶対ちょっと微妙、多分いや取られてたからいけないかもしれない。そうですね、2ラウンド逆だったら多分ドローになってたんじゃないかなっていう感じですかね。そう、結構ギリギリなところですね。さあ今のはよく見る、攻めているように見せかれて実はそんなに有利は取れてないっていうガイルガイルあるあるあるですかね。ソバットに結構やることないんですよ。そうでしょうね、ソバット相打ちになりますからね。おっとこれは TZW 美味しい。さあ、大足でダウン取ってもなかなか攻めが続かないですよね。2回転するんで。さあこれは中島どうやって取り返すか、時間がないぞ。さあもうないですね。さあ誰が行くか、あと誰がいいんだっけ。ケンとホンダだけじゃあ先に俺かな。ケンケンホンダホンダかな。確かにケンケンホンダホンダで、まあ、グッチさんが何使うかで結構難しい感じかもしれないですね。意外とホンダが生きるかもしれない。さあもう何人目対何人目かもよく分かりません。5人目と5人目1、2、1が4人目と5人目かな。さあなんかガイル剣のニューブローが見つかったと長州さんが言っていたので、ぜひそれをうまく、あー大昇竜だった、もったいない、大じゃなきゃ死んでたかな。いやーちょっとちょっと体育体育見てからっぽい。さあ膝おじさん、まあ、膝おじさんはね小高くんにも通りますからね、ワンチャンありすぎる。
投げ返した。いやー最近なかなか投げ返しも見なくなりましたからね。さあ膝、膝で小足、膝でダイパー漏れて、もういけてる、これはいけてる、これはいけているぞ。相打ち、さあいけた。で草チームが残り、福沢、グッチ、ゆうべが野口、グッチさんなのかで、B チームが長州さんと、ピロシ、ペコ、黒いワン、野口さんって言ってます。野口さんって言ってます。野口さんは何使うんだろう。突然エスタガとか使ったら面白いんですけど、さすがにないかな。あれグッチさん座ってる。さあグッチさんが普通に竜で出て、なるべく長州さんで止めておきたいところだと思われます。さあ竜巻昇竜、さあて緩いあれから膝、太鼓出てない。さあ今度は抜けない。いやアッパー出されるとね引っかかりますからね。さあ昇竜出て巴投げ、さあ飛んで笑い線が渋い。今の危ない、溜まって放しちゃう、放しちゃう。大昇竜でこっからなぜか普通の昇竜、なんでだろう。さあこれはリーダーとしてねミスるわけにはいかないみたいな、多分そういうことですかね。逆にホッとしている、もしくはあの思考が止まったみたいな。いやーアッパー根元はちょっと痛いな。さあ竜溜まっちゃった、剣も一応溜まって、さあ第5数連発する人、さあ投げる、投げる、抜けてない、投げそう、投げなかった。さあこれはいやー熱波が出なかった、熱波が出なかった。さあさあどうしよう。まあペコさんの方がいいでしょうね。ここでグッチさんさえ倒せば、あでもダメな負け方をしてしまいました。向こうのリーダーがいるわけですね。これ向こうのリーダーにできればペコさんを残したかった。ゆめかさん DJ だからって言ってますけど、さあペコが X 点で行くと言ってましたが、俺が嫌な顔したら S 点になりました。まあそれはリーダーのね仕事ですからね。まあまあそれはそうだよ、ね、なんで X 点で行きたがるのかわかんない。まあそうね、竜に負けたらダメだからね。竜相手に X 点の方がいけるってことはありえないよね。ナルシムぐらいじゃないよね、X 剣の方がいいですけど。そうですね。さあ、おっと、よくナイスガード。ていうか、今の分かりづらかったな。さあ、これはゼロドットではないが。いやー、美味しい。これは美味しいやつ。まあよくあることですね。あれは竜側が打っちゃダメなやつですね。でも弾の弱中強で変わるでしょ。あれ
投げちゃう。さあ、S ペンの弱点である受け身がなし、投げ返す、逆に。そして S ペンの強みであるトリガゴ、いやー大変ですね、これあれマジで、あのしばらく動いてないからね、あれ大変ですね。さあしかし、さあ大足、先ほどの中腰がちょっと気になったか。さあペコして仕事して、あと残ってるのが草、ゆうべが野口、ゆうべが野口、まあ誰が出るか、誰なんだろうな。でもゆうべがさん DJ だと逆に結構嫌なんですね、これも。まあでも、いや違う、残されると。そうやね、メインで使いたいよね、やっぱり。さあ野口が、誰、野口さん出される。野口が100円払った。あ、でもなぜかあそこにクレジット入れました。さあ全くそこから理解していないということでね。いや大会で入れる人いないんじゃねえのって。フェイロンだって。あれフェイロン、まあ S 剣にはまあバルルでもやっぱバルルの方がいいよね。うん、だと思います。結構波動昇竜フェイロンきついキャラの方なので、フェイロンだと S の方がやりやすいか。何が X 剣より S 剣の方が。いやそれはないね。ない、ないないない、X 剣の方がいい。そりゃそうだよ。あ、そう。いや波動昇竜きついんだって結構。だから S 剣の方が有利なんじゃない？有利かどうかは分かんないですけれども。いや正面、おい、今の S 剣なら昇竜削り確定なんじゃないの？そうですね。あれ終わっちゃった。劣化神剣出されても抜けるっしょ、確か。抜ける抜ける。中昇竜か大昇竜だったら抜けます。そして草が出てくる。さあ龍剣戦には難がある男なんですけれども。そうですね。そうなんですか。そうなんですよ。お、言ってるそばから。いやでもなんかそんな、逆に誰が上手いってそんな長いじゃないですか。ある、そんなことないですよ。誰が上手いの龍剣戦は。さああんまりやってないんじゃないかな。どうなんだろう。他の組み合わせに比べると動き悪い感じしますよね。ああ、そういうことですね。ワイルとかの方がいいんじゃないかな、クソは。さあ、踏んで。さあ、投げたいところ。投げた。あれはね、剣側が勝利をやっても出ないことがあるんで、まあ、投げ、結構安定なんですよね。ああ、振り向いてないとかで出ないんですか。そう、出ないんだよね。出たら逆に出たりするしね。それは嫌だな。あ、中足に勝利。ペコステ、そうですね。ペコステはめくり大キックから一発のヒット確認で勝利点出します。まあ、猶予フレーム結構あるんで、出しやすいっちゃ出しやすいですね。剣で、X 剣でも、直昇竜もしくは直レッパ結構昔よくやってましたけど、僕も。さあ、抜けられないんですよね、草はあれ。闘魂さんでも結構抜けるのうまいのに。さあ運が悪い。さあ結構これはあるよ。タイ、あーっと、今の X 剣の大キックだったら死なない可能性が全然あるんですけど、まさかの S 剣の大キックは死ぬんですよね。まさかのゆうべがさん大将。あれ大将なの。もう大将でしょ。大将です。さあ本田が2体残ってるけれども、ベガを出すか。お、ベガ、まあホンダ2体ぐらいなら俺やら楽勝やろと。ペコステが勝つ可能性も十分ありますからね。ていうか本…死んだ、生きてるがあんま趣味がない、まあ、ペコステベガ戦やってるとかあんま見ないんですけれども、どうなんだろう。ベガももしかしたら X 剣の方がいいのか。それはないな。中盤で落ちる。さあな、受け身がないのは結構辛い気がしますね、この組み合わせ。おーっと、あっという間に死ぬ。ペコスケいいとこなし。まあでも仕事はしましたね。さあここで、さあピロシが先に行くでしょう。さあ明日獣道じゃない、小物道をするピロシがダルシム戦以外をやる。
まあ、キャラ的には本田有利なんで頑張ってほしいんですけれども、本田選手がやってない、本田でダルシム選手がやってないんでね、やってないね。まあそれでいいと思いますけど。さああるよ、ピロ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 、さあ受け身がない。さあ大衣装がある本田を投げに行くのがベガ。さあこれはあるのか。ああ、ヘッドプレス透かしなりは強いですね。デビルリバースかな。さあピョリオピョリ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 、おお離して、さあ100列3回は美味しい。間に合わないんだ、ちょっと間に合わねえんだな、あれ顔面端だったからかな。わーっと美味しい、これはしっかりしていた。おっと100列でいいんじゃないの、あれ欲張った、あー潰された、うーわヒロシが欲張ってしまった。さあそして大将、こっちも大将ですよね、黒岩、はい。さあこれはスターハイ、2人ともスターハイ予選を取ってます、ほんまや。さあ関東を代表するプレイヤー2人となった、なりましたね、黒岩とゆうべがですが、キャラ的には本田有利なんですけれども、ゆうべがこれは強いですね。あれ意外と見てからいけますからね、大体のキャラは。さあ頑張れ黒岩、殺してほしい。さあ高めをもうあえて高めにして、あんな感じでやった方が期待値は高いっていうね。怪しい、すごい怪しい。低めでやって絶対ガードされるよりも高めでやってごちゃらせに行った方がいい可能性も全然あるっていうね。さあナイスガード。さあユーベガといえばヘッドプレスからの攻めが強い。さあ投げていく、もうね大衣装なんか知ったことじゃないっていう。さあ体力はベガがリードですけれども、あるよこれ、どうだ、ああ通常。さあ今のはユーベガ的にはよく逃げた感じですかね。おっ、さあ、あ引っかかって、100列、おお黒いワンが仕事した、仕事した。長州さん嬉しそうだな。そりゃそうだって俺同じチームだもん。さあ負けた方がやるの、勝った方がやるの。負けた方がやった方がいいですよ。負けた方がまあ時間があるんならいいけどね。さあじゃあ草チームそのままユーズルチームでやってください。じゃんけんじゃんけん。後出しを取りましたので、はい、先方座らせてください。草さんのところが誰か出ます。どうしよう、誰も分かってないよ、黒岩何が、あそうだ、うちのチーム呼ばないと。杉さん、藤沼さん、カーシームさん、友田さん、中野さん、井上と弟さん、ハルキンさんが今からやります。全員草チームとやります。集合お願いします、はい、先方座らせて、草。草さんの方が先方で誰か出たら、こっちでかぶせです。はよ、はよ。はよ。ゆうべがさんなの？は？何それ？なんでそれ？先方ゆうべが？マジで？マジで？どうしよう。中野行く？はい、中野。中野、俺がホンダ使えば勝てると。さあこれかぶせがいがありますね。いやー面白いですね。さあゆうべが全立ても全然あるからねこれ。さあゆうべがに一番いけそうなのは
まあキャラ的にはユーズルやね。かな。ハワシムとかきついからね。猪俣弟フォークとか。あれ避けるんだ。藤沼もさっきの感じだと結構ダメそうだったし、友座が同キャラやらなくてバイソン使うだろうし。あーもうちょっと難しいとこっすね。さあこれは2人目はハルキングあたりがいいのかな。キャラ自由だよ。え当たんないだね。さあ中の仕事するか。お願いします。ここからガードしてる。相打ちはこれはホンダ OK かな。あーまただ、なんか踏まれてる。さあ、あそこの大いちょう結構難しいんですかね。投げられてますよ、さっき黒山で結構投げられてましたし、あの深め大キックからの歩いてって大いちょうって。今でも多分ちょっと端が絡んだと。落とした。おっと、いやー中野さん、トネスケ仕事をするか。中野さんいいですね。なめんなと、全員抜かせりゃせんと、一人目で終わらりゃわと。さあ踏んで、まあ、100列が出る、100列が出る。今のはうまい。あーなるほど、反応。おお反応素晴らしい。いいよ今のは。トネピーすごかったが早かったよ。さあこれはクルージング。あーあーうまいな。夢がおっとこれはどうだ。削った。おーやる5段トネピー仕事をした。5段削ったよ今。いやこれは一気に草チーム大ピンチ。いやいいですね、いいですね。なんかあれかな、あと破天荒さん。さあ中野さんまだあるんでお願いしますよ。さあトネホンダ大活躍で、お、なんか出た。いやあのドスコイの反応すごかったっすね。何を見てるかわからんけど、いやあれよく見えましたね、あの距離。あれ出たらホンダも当てないっしょっていう感じでしたね。さあこれはいける、いって。さあこれはあー、うん、そうですよね。あれドスコイ打つくらいだったら100列の方がよかったんじゃないの。いやいやあれまあそう、難しいところだな。まあ、あのあと100巻でもいいんで、ゼロドットだったから。さあこれは死ねるよ。使ってドスコイで7割。お、中野式じゃなかった、雪の式。さあ龍側はちょっと辛いですねこれ。ああちょっともう運がいい。あ、踏んでしまう。取っちゃった。これはさすがに。おい、ちょっと今の怪しかったですね。弱100巻で避けてたら間に合わなかったんじゃないのかな。うん、多分届かないですね。破天荒さん前に行ってませんでしたからね。昇竜拳しっかり。なんか、あー怪しい、もったいない。2人とも怪しいですねこれ。さあこれは、これは死ねるよ。おっとドスコイ出すんだ。ドスコイ昇竜拳よく出した。さあ破天荒さん、これはおちょっと大キック出すタイミング遅かったのかな。対抗ダイスしっかり。おお大足よくやった。今の大足うまかったですね。まあ大足別にやた全然アッパーショーとか何でも入るんですけど、しゃがむとでかくなるんで硬直蹴るの結構難しいんですけどね。うちのチーム誰だこれ。さあ選んで誰だ出たい人。竜に かぶせていいよ、はい。さあ猪俣くんが、さあダブル台風何で出るの。え、いや、まあまあ、いいけど竜戦も頑張ってよ。さあ久々に見ました、弟さんです。久々じゃないです、この間も見ました。あ、いる、最近いる、最近いる。さあいずれ2号手も出してほしい。大パンだったな。さあなんか 1P2P があるみたいなんで、多分いける方だったらいける。ああ、大台風。これは削れるのかな。おっと中足埋めていく。
あ、死んだかなこれ。あ、小台風ガードはやばい、ガードはやばい。あー光った。はい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 、はい、誰、野口くんが座った。結構早い方から出していきますね。何バルログ、いや順番おかしくないこれ、さっきからバルログでもフェイロンでも。どういうこと、フェイロンの方がいいだね。バルログよりフェイロン、バルログなんか失敗したら死ぬんでね。あーそうか、うまいですね今のつがし。あっあっあっ、死んだか。これは歩いてんのに大変、台風ってやばいな。あいやー本当にね、何が起きてるんでしょうかね。お、避ける。あれ座れちゃった。あ、なんか、ま、下がった。下がる。さあ、これは痛い。そして、レックからの、今度は逃げましたね。まあ、別に。まあ、逃げるでしょ、だって。さっきアッパーして、座れましたからね。レックやってコパンレッカ2発までは安定なんでね、めっちゃ削れるんですよね。深い削りですからね。一度とぶつけて戻っと削れるわけです。歩いてた。さあこれは死んだか。あーおーっと、今のは野口が勝負強かった。粘りましたね。何かが漏れた。さあこれはハルキングあたりを出していくべきだかな。なんかさっき電話で出ていったんだけど。あ、じゃあはい、お願いします。入れないです。さあ、なんか今日のホンダみんなこの色ですね。さあ、旧モア勢対決となりまして、モアって言っても誰もわかんないみたいな話。ハル君ってモアの頃やってた。え、だってもともとそこじゃないですか。じゃないと、じゃないと。そんなに古くからやってなかったような気がするんだけどな。いや、俺と同じぐらいなんで。だってルーズルもだってモア出て新宿帝ぐらいの時期だね。お前ら入ってきたのって、もうあの頃モア潰れるだよ。一応行ったことありますよ。行ったことあるって。1回か2回。そんなくらいでしょ。ギリギリ。全く勝てなかった。モア時代のホンダとかってだって。いや、いないっすよ。浜木さんとか、そのくらいの時代ですよ。浜木さんいましたね。あーっと、ピョン内ショーパン行く。長田正月もあんまりあの頃はやってなかったね。どうなんだろう。長田さんやりましたよ。言ってました。全然いましたよ。え、新宿味方でしょ。新宿違う。モア？モア、モア。モアは分かんない。さあ、ハルキングは動きがキビキビしてますね。まあ、なんだかんだでハルキングは10年選手なんでね。はい。あー、だから、おっと、この口がレジェンドプリを見せていく。さあ、誰を出す？さあ、ニコニコしてますね、ハルキング生まれたのに。誰でもいいな、もう。さあ、スギさんとか使っときゃいいんじゃないの。キャラ的に分かってるし。スギさんって何使えるの。ガイルかエスバイソンだけど。あー、じゃあお願いします。お任せです。でもそうしたら次お前だよ、行くの。そりゃそうだよ、キャラ的に。まあそうね、トムさんもね、ベガいないから、チュンリー倒してもらえばいいか。てか、お前が全員抜くんだよ。いそうですよ。
さあ、ちなみに杉さんは投げ返しができません。なに、ダメだよそれ言うなよいや、だって投げ返してくれないんだもん。だ、一生投げが通りますからね。舐め足で一生投げますからね。さあ、はい、行ってらっしゃい。俺出ると藤沼、川島、友座、はい、頑張るわ。喉が痛くなったんで、そろそろマイク変わってくる。全員倒してください。トネピーが、マイク本職トネピーが来たんで、はい、あとは お願いします。まあね、ゆうべがに勝ったからね。喉弱いんで、あんま喋るとダメなんだよ中野でいつも練習してるからね。そう、ゆうべがさんを倒すために練習をしてるから、本人と。さあ、ゆうべがさんがね、全員勝ってほしいんですが、ゆうずる死ぬな、生きろ、ゆうずる、いけ、あー、ゆうずる、あのレックを殺すための大キックが漏れた、押してしまった。さあ、フェイロンには、めくりからのコンボが、少々中、ソバットっていうことで、確か、したためがいらないということなので、仕込みに、あー、危ねえって今の仕込みに、あー、しっかり頑張ってスパコン使っていく。当たらないけど刻んで、さあ野口、こっから、あー、危ねえ危ない、助けてー、なんで危ないって危ないよ。さあ、ゆうずる先生、フェイロンには勝ってほしい。さあ、まあ画面端近いからね、あえてめくりに行く必要もないというね。さあ、攪拌入って、さあしっかり飛ばす、これが DJ フェイロンだよ。さっきまでのはちょっと DJ フェイロンじゃなかったよ。そういうことね。さあ逃げて DJ フェイロン、しっかり、危ない、空中ぐらいになって、これはしっかりジャック待っていた。いやー、3ラウンド目は DJ フェイロンでしたね。危なかった。さあ、ゆうべが野口やられ、破天荒とやられましたので、あとは TZW、闘魂、草、グッチ、ハゲ。まあちょっと闘魂、いや、ここは TZW が出てきた。 DJ 戦に自信に来。さあ、なんか海外かなんかのインタビューで、どの組み合わせが好きですかみたいなのをなんか聞かれてたことがあった気がしますね、 TZW さん。さあ画面端に追い込んでいるのはユーズルドが、ここで一気に逆転パナしていく。なんか当たんない。そして TZW さんもなんかミスってる。ピヨって、これは回復するか、しない。あ、投げ返されて受け身がなくて、大丈夫ではない気がする。大丈夫ではない。ゆうずる、ちょっと大丈夫か。ていうか展開早くてあれなんだけど、どの組み合わせが好きかと言われたらその答えを言わないの。ダルシムです。ダルシムさんはダルシム戦が好きって確か言ってました。好きだって言ってました、ね、キャミー戦とかは全然好きじゃないみたいなことを、まあ、キャミー戦好きなやつはあんましない人も、ね、なんかその処理するやつはあんま好きじゃないっていう感じの、あの回答だった気がします、その英語のインタビューは。はい、キャミーガイルって別に、あ、そんな処理っていうほどガイル処理できる。処理ですよ、処理。作業。そう。作業。さあ、TZW ガイル。エアスラ出てないぞ。エアスラ。さあ、垂直で置きにくい。ジャックソニックだった。まあ、ユーズルはガイル戦は自分でもカスだと言ってましたが。あ、そうなんですか。無敵対ユーゼル、ユーゼルらしいですよ。ああ、まあまあそうかもしれません。ああ、飛ばれて、やっぱり DJ を使ガエルから DJ に移った時のこの心がまだ残ってるんですかね。何年前やね。いやー、もうつくばのホームページにガエルで載ってたことがありましたからね。おっと、うまい、画面端、ここはもう苦手とか言ってらんないぞ。ああ、逃れた、きつい、時間がない、もう苦手、これは苦手。どうなんだ、これは厳しい、まだあるよ。いやー、でも厳しいですよ、アディショナルタイムもないですよ。あー、これはたっぷり TZW ガイル時間使っていきます。あー、これはもう選手交代挟みましたね、アディショナルタイムに。さあ、ユーズルやられてしまった。ガイルにはどうしたらいいんですか、我々。カワシムですか。まあ確かにね、
あとはなんかチュンリーとかが出てきちゃうから今のうちに行った方がいいですよ。うん、誰いんだっけ。TZW トーコンクサグッチハゲです。さあ、しかしダルシムさんは TZW さんは大好きですからね。そうなんですか。うん、僕もダルシム練習し始めた頃、あの高田のバーは帝のフリップがあって、はいはい、あの僕に喜んで乱入してくれて、あすごい練習になりました、はい、ガエル戦。もう僕ガエル戦 TZW さんで学びましたからね。あとそうかなりちゃんとしてる。ギリギリのラインでソニック打つ感じでやってくれる。 かなりちゃんとやってくれるんで、はい、うわーなんか避ける。さあこれはなんか出際で食らってしまう。中足差し込んで、しかしまだ有利なのはカワシム。どうする。中食らって、ここは一旦下がって様子見。ガエルがね歩いて、危ない。ガエルがちょっと歩いてきてるとね、あの飛び込みチャンスみたいなところがあるんで怖いですよね。しっかりこれは時間がない。ショーキック、しかし結構ねワンチャンある感じのいい流れ。ああスライディングは結構強いんですよね。大スライディングは割と強いですね。相打ちしっかり取って、ああっと、まあ、読んでないからね。読んでないとね。開幕大スラ結構強いんですよねガエル戦。うわーまたしても、さあ頭で突っ込んできて投げたのかわからないけど投げですよ。さあ大、そしてトーコンさんがなんかニコニコしながら入っていった。これ今日トコンさんは調子がいいらしい。頑張って。じゃあさあ、カワシムトコン、さあダイスラ突っ込んでくれて、お互いゲンとダイスラが相打ち。チュンリーって開幕カワシムってな、開幕ダイヤシー、あのなんだっけ、伸びるキックとかに一方取れるんですよ。あそう、円柱形とか出してるとあの一方的に蹴れるんですよ。ダイヤシーゲン出してると、はい、さあトーコンさんが強いらしい。頑張ってほしい。さあ固めて、上には逃がさな、逃がさない。三角切りできたんちゃうの。垂直だからできないとかそういうこと。垂直だからできないね。さあ一旦下がる、まあ、なぜ垂直っていう話だ。上にも強い。いやバックジャンプでええやんけ。さあ投げて、これはどっか行っちゃう。まあでも大怪我にならなかったんでね、軽傷、軽傷。おいしい、はい、うまい。ドリルでしっかり。さあこれは食らって、さあ、うん、まあ1ラウンド取られてたんでね、しっかり減ってくれましたねドリルが。さあ開幕伸びる中パンは強いぞ。中足に一歩勝ち、危ない。なあピヨってない、大丈夫。生きた、生きてますね。まだうまい、上にうまいぞ。しっかり調子のいい闘魂を封じ込めている。なんかスピバーなんか当たんない。三角蹴りでどっか行っちゃって、表に帰ってきて、さあ運もいいらしい。そういう日ラッキーアイテムはチュンリー。さあうまいぞ。んお避けて、わからない。いいガード、どこで飛んでくるんだ。危ない、コパンで暴れる。下がったところ、さあ頑張った川島。さあこれどうする。ここでハゲさんのバルログでしょう、おそらく。勘弁して。伊達に毎週毎週じわじわねゲームやってませんからね、さすがに実力がついてきている店員ハゲ。いやいや、まあ川島さんもやってますから。そうですよ。いやいやいや、いきますよ。さあ結構ね、僕なんかはもうバルログダルシム諦めちゃってるけど、カワシムさんは結構意欲的に挑戦してますからね、はい。さあうまいぞ、重ねがどっか行っちゃうけど、さあ問題は捕まるまで、捕まった後が課題。そうハゲダルシム、さあ行った、あーバカになる、しっかりテラーができる。あー捕まった、こっからが課題だと。うわー壊しインフェルノ、おいしい、うまい。壊しインフェルノの難しさを説明すると、壊しはレバー後ろでしか出ないので、かなり難しいということですね。でも壊しの方が出ない。壊しニュートラ下にしちゃうとショートリ出ちゃうんで、ショースラ出ちゃうんですよ。
小スラでもキャンセルかかるんですけど、あのキャンセルかかんないところで当たっちゃうんですよ小スラが、まあね、そうで小足なら絶対当たるんで、短いとか長いとかないから、さあ捕まった後が課題、ハゲバルログそう話していたんですが、いいハメだ。さああとは草グッチだけだなですね。草グッチどちらが行く、草が行った。さあこっちは藤沼智也ですね。そうですね。わあこれは相打ちになって、なんか変な技、中パンチが出ている、ジャンプ中パンチ。お、ピヨル、ピヨって、ピヨって。さあ投げて、まだピヨらない。さあ画面端は脱出したぞ、見てから、うまいドリルで、これは弦で取って飛んでいく、どっか行っちゃう相打ち。さあゲージがあって、これは食らう。お電話しっかり飛んでいきましたね。お電話番号教えてください。まあ結構飛んでくるんだろうって出してましたけど、ちょっと早かったですね。あ、インフェルノがね、はい、うん、読みは合ってたんですけどね、タイミングの問題でしたね。大 K 下がって、さあチュンリー厳しい、うまい、小 K で落としたのはかなりでかい気がする。ゲージが溜まってしまった。さあ空中戦が始まる、バカになって怪我してない。おいしい、カワシムさんもやっぱ運がいいですよ。危ない、うわー抜けない。さあ我々はどうするんですか先生。え、藤沼さん、じゃあ藤沼さんです。藤沼さんだそうです。いないけど、え、いた、いた、うん、逆のがいいかな。トマスさんが大将だそうです。まあいいや、大丈夫っすよ。トムダさん、さあそう、グッチトムダハゲさん役目を終えて帰ってきた、もうないですからね試合ね。はい、さあこれはなんか巻き込まれて、さっきなんかゆずるさんやってましたけど、どうでした感想。よくわかんないです。チュンリーチュンリー、よくわかんないです。よくわかんない、聞こえが打てないっていう。なんで打てないの。あっと弦に対して差し返しの戦列客、ほんとか。半分なんで気候打つ と、 なんで気候打ってないの、ジャンプ中キックでかぶせられる。あ、まあね、あ、こういうことね、こういうこと。でも高めで食らってさっきみたいにできるのでは。打つ前を気にしないと。あ、まあそうね、近めじゃないと。そうこういうことね。投げて受け身がなくて、さあ今度は押してるのは草チュンリー。でも弦空振ってんのに弦押してもこっちも当たらない、お互い当たんないからね。踏み込まないと。一番いいのは踏み込み投げですね、うん、弦見たら。そんなことをやる。はい、まあ踏み込み限度もいいと思いますけど、でもその場で振ると絶対ダメですね、うん、はい、みたい。あっと、高い、お見合って投げ。さあゲージ溜まれば分かんないんでね。さあくぐって投げて、おっと変なところで巻き込まれる。おでんは、あ、美味しい。あ、これは台で落として、さあゲージが溜まったのでもう、あー打ってった、元気がいい、元気で育ってほしい。あー、これはバックジャンプ、ワンパクでもいい。ゆうべがを倒したのに負けるのか。我々のチーム頑張ってほしい、友田さん。さあ今日の大会では当たってないわ、ごめん当たってないわ。友田さんは鈴鹿さんに負けたんですね今日はね。チュンリーとはやってないんですね。ドラム缶、ドラム缶がドラム缶に攻められていた。あー、くらい投げを、あー、できない、投げられる、投げだよ。それで勝って楽しいのか、投げだよ。さあ上に行って一旦下がる。さあ草さん、ゆうべがさんにボコられた恨みをここでスカッとさせようとしている。あーっと、空中パンチが負ける、投げられて、また投げに来て、画面端つらい、死んじゃう死んじゃう。さあ一旦下がる、冷静なところも見せていく草。ゲージが溜まった、しかし体力ゲージはそっちに使う、着地がゼロフレ、投げ返す、勝ったのは草チン。じゃあ草くんがまるで、これは8対6とかそんな感じですかね。8対5かな、え、グッチさんだけでしょ。そう、2人残りは 5?6 じゃないの、8対6か、はい、8対6で、
草チームの勝ちですね。じゃあ長州チームとやりましょうか我々、はい、どうするんですかこれ。先方ってよくわかんないけど、はい、じゃんけん、はい、最初はグーじゃんけんぽい、勝ちました我々。後出し、はい、高校でっつってね。どっち、さあ先方行きたい人、長州さんのチームでさっきやった方お出番です。そっちの方でゲームやってると思うんですけど、はい、座ってください。長州、バイパー、かまち、がまちち、中島、黒いワン、ペコ、山本、ピロシ、ヘイヘイ。いなかったらもう、いなかったら長州さんが一人で8人抜きします。行かないんだったら、できなかったら負けです。いやマジ、行かなかったら俺先方行くよ。さああ、行く、あ、行った。長州さん先方だからゆずるさん行きましょう。俺行く。はい、ゆずるさん行ってください。行ってもいいけど、ゆずるさん行ってください。行くか、ゆずるさん行ってくださいとか言ったけど、本田2体いるからちょっとやめとこ。なんだよ、やめとこやめとこ。なんだよ、逆に、あ、逆に、いや逆に、あ、本田いるからってことで、本田がすぐ出てく、出てきて、誰が本田倒すのこれね、それだよね。どうする、はい、もう分かんないわ。さすがに本田には残しておきたいじゃん俺、うん、俺ね、そう、うん、分かんないわ。猪松さんお願いできます。ケン、さあ、まあ、キャミーでやってもよかったけど、いやいや今言うなよ。さあ今言うなよ。猪俣さん弟、最近なんか意外とやってるっていう話をね聞きますね。なんかヘイとかにはいるという話をたまに、うん、時たま大K差し返した。ここにも来てるって言ったのかね。僕は今日初めて見たんですけど、うん、本当にいるんですね、すごい。あ、これは反応できなくて、でもいいでしょう。うまい、いやさあどうする、高めどっか行っちゃう、危ない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 、歩いてきてきた、おもむろに。さあ長州さんがなんかまったりと試合を進めている。はい、さあこれは波動拳打ってく、開幕なんか大パンが潰して怖っ、うわーうまい、大足のスカリー確定させた。やはり都市伝説感ありますね、うまいぞ。これは膝で返してよ、しっかり見ていた長州さん。伊達にいっぱいホーク戦やってないぞ。さあちょっとずつ近づいてくる猪俣ホークだが、長州もうまくいなしている。これは当たってわからない、中足こすったゲージがあるけど、長州キック、膝おじさん、さあ膝おじさん、露骨な長州キック。もう、はい、わかんねえな。す、杉さんお願いします。ガエルでいきましょう。なんだっけ、なんだっけ、エスバイソンとガエル、エスバイソンとガエル、ガエルでいきましょう。エスバイソンはまずいです、剣に、剣にエスバイソンはまずいです。そう、まずい、まあ、こけたらやばいか、こけたら終わりよほんま。さあおっと、くぐった長州キック、もう使っていきますね。しかもあれですよ、連キャンジャンプからの長州キックだから、まあ、スペシャル長州、長州キックですよ。もう、あ、もう、さあお、投げて、お、ガードが硬い。さあ長州剣がもうワンチャンしか狙ってないみたいな動き、高っ、あ、それやばい、これしかやってないこの人。ああ、もうそれ工夫を見せた。サマーガードしてんの、ガードしてる、なんか感覚取れてないけど、ガードしてんのにミスるの難しいからしょうがないんだろうな。お、しっかりアントビー、なにこれ、いやでも俺出ないっしょ。
藤沼さん、藤沼さん、藤沼さん、ゆずるさんが呼んでます。藤沼さんお願いします、お願いします。来ました、呼んできてくれました、お願いします。さあこれでちゃんと波動抜けれるかどうかで、え、何それ、格付けが決まるみたいな。さっきは抜けられない人がいたんですか。さっきいましたよ。本当ですか、見てなかったんですけど。でも剣は難しいんでしょ。まああのなんだっけ、画面端を背負った剣の小波動を抜けるのはかなりむずいんじゃなかったかな、確かできないとかそのレベルだった気がしますけど、確か。うん、あなんか確かなんか画面端を背負ったマッツン剣が強気に小波動を一生打ちまくってて、なんで打ってんですかって言ったら、あれ抜けらんないからみたいなことを言ってた気がします。あ、はい、まあ、それはあるかもね、はい、あーっと垂直？垂直、まあ投げに来たら、あ、今のはこれは格付け、格付け来た、格付け来たか、これ一流チュンリーですか、これ今の、や、今の遅そうですまだ二流ですか、これ藤沼さんがいる部屋は大丈夫ですか。あとしっかり画面追いかけて、あ、さっきからこれしかしてなくない、この人、あ、どっか行っちゃう、あ、何それ、長州さん、いいんですかそれで。いやー、お茶を濁していきますね。さあでもああいうしょう、なんかしょうもないとか言いそうなんですけど、めんどくさいことされるとプレッシャーはありますよね、こけたらめんどくさいなみたいな、まあね、そう、あそこまでやられるとね、あ、もうこれめんどくさいなってなっちゃうやつですよ。波動拳、昇竜ミスです。あー、しっかり出る、投げ返して、わからない、もう長州さんが、あーと投げて、ゲージ溜まったぞ、格付け、受け身がなくて、裏投げて、わかんない、あーと格付け、さあ、なーっと食らった、動いてしまった、長州拳動いちゃった、押しちゃったボタンじゃあ長州さん、あの命令してください。誰がいいんだって、真ん中、真ん中、ファイバーさんリベンジしない、チュンリー戦やりたくないなんだよ、さっき誰が勝ったんだっけ、中島仕事中島さん、まあでも実際チュンリーに誰かぶせんのみたいになってますね、このチーム。あ、ペコさんかなみたいなチュンリー、 DJ はユズルさんだからね、誰が倒すんだろうね。さあ中島ガイルは先ほどどんぐらい練習したのかちょっとわからないですけど、結構下っぽい、3人ぐらい抜いたりね、長州さんの分ぐらい追いついたんで。さあ藤沼が頑張ってほしい、刺さって、え、さあそうですよ、本田がいるから危ない、なんだそれ、踏みに踏んで投げる、もう踏んで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 みたいなね、いやもうね、これはね、いいぞとも何とも言えないね。まあでも様相客っていうのを知っているっていうか信頼しているからこその今動きですよね、うん、ああいうことができるって知らなきゃあの動きできないですよ、だって。まあね、そう、あ、大パン、下がりそばっと読んでたのか、素晴らしいですね、いや膝はめの仕方がちょっとねさあ裏に行って大パン、これはガードしてしまう。さあさあ持ってから行って、さあ固める、これは結構チュンリーも返しにくい感じの固め、うまいぞ、中足対空から裏剣、うまいですね中島さん、うまい、固めてるぞ、これはチュンリーもなかなか押し返しづらい、あー中足がいいところに置いてある、上から行ってゲージがないうちに、これはもうゼロ、分かんなくなってきたか、分かんなくなった、これは引っかかったので壊しい、ダブルサマーはなんか怖いからやめとこう、ゆずる先生命令を、ギギギ
中野ダルシム、まあ、やれって言えばやるけど中野ダルシム、いいですよ中野ダルシム、そうね、中野ダルシム、中野ダルシム、はい、パパ、パパ中野ホンダかダルシムかだけど、ホンダ別に大して使い道ないんでダルシムで使ってていいと思いますけどね。さあ中島はさっきはハゲダルシムを殺したんだっけ。そうそう、エッサガにすればいいのにって言ったんだけど、なんか分かんないと、分かんないとなんかあれってなると勝てないじゃん。あれってなんなきゃいいんだけど、まあ、基本的にしゃがみパンチ打ってないんだけどね。うん、お間合いが悪い。一回のしゃがみパンチで触れば結構何回も触れるんで、うん、あとちゃんと対空で落としてなんですけど、さあ今のはもう逃げそばやったけど、あれ当たっても何もいいことなかったからね。ショーパン逃げそば、あまあ投げとあれの二択の方がサマーの二択でいい、まだそれぐらいしか勝ち目がなかったですから、うん、こういう体力リードしてる状態だったりいい勝負だったらね、結構ポコッと当たると勝負なるんですよね。まあ痛いですね、ああいうのを咎められないと。熱いフレーム置いてある。端っこはかなり終わってます。おっと今のはあったよ。なんだ中島セーフ。はい、誰を出すかだ。ホンダピロシピロシピロシ、当たり前だ。いやいやいや、ダメだよ、大丈夫だよ、大丈夫、普通にやって、普通にやって。これはピロシが逆に明日の練習になる。プレッシャー与えてるから、ピロシ勝てよお前こんくらいプレッシャー与えとかないとダメだよ。あー、いい二段、いい飛び、いいオカマ。あーっと、これはやばい、これは、これは、これは、あーし、いい百列。さあ、ピロシが仕事をするか。あ、潰すんだ、あれ。ああ、いい2だ。よくない。ピオリーチで動いて、動いたらあかんやろ、ピロシ。あ、さあ、ピロシ、動きが荒くなってきた。さあ、これは。あ、うま。さあ、死んでしまう。うん。あれは確定なんですよね。あーねー、ちょっとね、さすがにあれは飛びバレバレでしたね、その前のファイヤーモードの抜け方が。おっと、ちょっと巻き込まれて、これは掴む、腹で掴む、お腹で掴めば、お腹やで膝で掴めば勝ち、角まであったのに。さあ、トネシムの、あ、死んだか、入っちゃう、当たんない、おお、できている、対策見せていくピロシ。はい、ね、誰、じゃあ明日もねこの調子でね、はい、いやどうなってもいい、俺に美味しい、今俺に美味しい場だったな勝っても負けてもいい場だったな今。あとね、ユーズル、カーシム、トモザ、ハルキング、ユーズル、俺これでいいの、いや、わかんない、わかんないよ、わかんないわ、誰いんの、ペコさんと、あとはなんか、まあ、そういう、まあ、いますね、ペコさんもいますね、バイパーさんもいますね。いやでもさ、でもみんな DJ が有利だよね、これこれ、じゃあ、なんかあの CPU 戦1ラウンド終わってるんで、長州さん指名してください、はい、え、長州さんが指名してください、はい、ということでやりたくないという言いながら徳井さんが行きました。まあ譲るでしょう、普通に考えて、ていうかお前が決めてもよかったんだよ、トネピ、同じチームなんだから。徳井さんがリーダーなんで、
さあ、まあこれはもう、まあさすがにこれは、ね、ああなんか死んでんだけど、死んだかー。なんでだよ、空中に浮いてる。頑張り頑張り、運がいいな、頑張り見せた。なんだよ、いや死んだと思ったんですけどね、死んでませんでしたね。まあヒロシ前飛んでいく、行くしかないですからね。さあ黒いワンが見てるぞさあこれはもうちょっと割と C ですね、さすがに。はい、頑張って避けてる。まああと体力が惜しいね、体力なくなってから頑張るよなって。もっとあるあるって頑張るよ。いやいやいや、しょうがないんだって、それがキャラさなんだって。今の飛び良かったですけどね、ユーズルス君がしっかりね、反応しましたね。あれちょっと失敗したら勝ちだったからね、はい、上入れる間にガードしちゃったりしてね、あのジャックのちょっとなんか食らったりするからね。そうですね、だからしっかりしっかりジャック出たのが偉かったですね。まああれね、ジリレがなんかコパンとかカラチャンして出してればいいんだけどね。あーっと大丈夫、この DJ を嫌いな人が多分この、あのホンダ嫌いな人がこのキャラ作ったんでしょうね、きっと。おっとピロシうまいな、多分ムカつくなホンダっつってこのキャラ作ったんだと思いますよ。いやそんな、それぐらい多分ホンダの、ホンダを殺すためのキャラみたいなキャラですからね、これ。さあどうする、ペコガマチ、ガマチチは出てないですよね。ペコガマチチほぼ山本黒いワン、まあ誰もいいけどね、バイパー。あと誰か残ってるんだって。いやいや今言うたやんけ、こっちこっち、今言うたやん、今言うてたんやけど、とっとと終わらすためにペコスケを出しちゃいますか。ペコさん行ってって、ホンダもういないから。ホンダハルキングさんがいるけど、まあハルキングさんいますわ。すいません。大丈夫。黒いはホンダどうやるの、負けないから。まあ確かに、でもこれホンダ出てくるとよく分かんなくなっちゃいますよね。大丈夫。あとどうすんのみたいなありますよね。フォークベガーみたいな感じになっちゃうから、確かに明確にいけますみたいになんないですよね。さあペコして仕事をしてほしいが。先ほどはなんかユーベガさんに処されてた気がするけど、まあ、ペコはね得意な組み合わせにそうじゃない組み合わせの差が激しいですね。あ、まあ村っ気があるからね結構ね。 DJ 戦とかは好きな方じゃないですか多分。やってる見たことねえよ。いやでもなんかいい感じの動きしてますよ負けてるんじゃ体力ガイル戦の延長だろみたいな。ペコしてガイル戦苦手なんだよね。あ、そうなんですか。そうへぇエスケンガイル、ガイルよりって言ってるからね。あ、それは僕もわかる。え、違う？違う？エスケン優位なの？だいぶエスケン優位。だいぶ？そうなの？さあ、体力逆転しましたよ、先生。やる！頑張れ、ペコして！あ、止まれてる！頑張れって言った瞬間、何が悪かったんでしょうね。俺が応援したのか。それだね。さあ、上、いったいった。なんか怪しい動きでしたけど。いや、でもよかった、いいんじゃないですか、あれは。まあ、そうですね。うん、あれ、そばとも食らわないしね。まっすぐ行くかと見せて。さあ、これ、地獄。地獄が始まっている。マジ、この鳥かご、鳥かごマジ強いですよ。勝利、しっかり、大系で、必要なし。まあなね、さあ、うわー、巻き込まれー。終わりました。いや、終わらないです、これ。だって、なんかフラフラ線が飛んでってジャックナイフ食らって抜かれたし、いや、飛ばないでしょ飛ばないでしょ、これもう波動拳でしょ。ペコさんならあるか。ペコさん、長周キックがあるそうです。これスライディングもこっともらって、さあ飛んで、わかんなくなってきたか。あーっとーめくりが当たるー長周さん、ペコすっげー長周さんの悲しい悲鳴が勝ってたのにあと誰がいるんだって。ガマチチザンバイパーさん、ほぼ山本、黒いワン、はい、黒い山を残して適当に行ってください。山ほぼ山さんがおほキャラ何でもいいです、はい、僕がさっき変えたばっかりなので。山本龍、いや、チュンリーじゃないですか。ダルシムの方がいいよ、使えるんだって。さあさあ、なぜかほぼ山本がステージをリセットしてしまった。C と T が何の略か分かんなかった。さあ、いうことだそうです。さあ、いやー、やられましたね。せっかくキャミステージだったのに、ね、このツイッチのこの男の人の顔のこのアイコン、おいみたいな、あの、なんかミヤネ屋に見えますよね。そう、誰なのこれ、分かんない
無料でなんか。このツイッチのアイコンで作れんの自分で。あ、自分で作れますよ。あのね、サブスクライバーみたいな感じで、あの配信者になって、自分で作って自分にサブスクライブしてくれた人に配るみたいなのできます。なるほど、はい、詳しいね。さすが配信してるだけのことあるね。そう、ドネイトみたいなのもするとあのもらえたりしますね。結構海外のゲーム大会とかでこのゲーム大会のあれにドネイト寄付してくれるとアイコンあげますみたいな感じで。じゃあ俺もトネピー配信にかあれだ課金したら。トネピーアイコンもらえんの？俺が用意すればね。しなきゃもらえないよ。用意しようよ。なんでね。簡単だよ、ね。写真撮って次に行くだけ。簡単ではない。さあ、リュウズル君が、あー死にそう。ピュリッチ。あー大パンガード。暴れない。だけで許す。おーっと、なんか戦列押してるけど何も出てなくて逆によしみたいな。おっと、悪くない。おいしい。悪くないぞ。投げとけ。まあそれはそれで逃げていいぞ。山本が立ってる。ユーズル一旦下がって仕切り直し、仕切り直してどこで飛ぶんだ。飛んできたのは山本。いいよ山本、ほぼほぼ山本ほぼよかった、ほぼよかった、ほぼよかった。さあ踏んじゃう。開幕垂直ジャンプ投げて、まあ、まあ、これまあまあこっからこっからみたいなところありますからね。なんかやすらひたすら踏んでますが、さあ待たれているぞユーズルが。さあこっからですよ、飛んでく。なんかやりたい放題ですね。やりたい放題ですね。まあきついですからね画面押し結構。はい、さあ誰が、あと誰だっけ。バイパー、バイパーかマチチ、黒いワンですね、はい、相手が残ってんのがユーズル、カワシム、トモザ、ハルキングですね。まあいっぱい残ってるね、はい、バイパーかマチチどっちか言ってください、はい、ガマチチさんが行きました。ガマチさんがベガーですね。ベガー DJ、 DJ がかなりいけると。このこのね、ショーパンがほんととんでもないらしいですね。ほんとにとんでもない技だと、ショーパンが。ベガーは逃げジャンプキックキックとかしか落とせないですね。いやほんとね、上からかぶされるともう何もできないって言ってましたね。さあうまいぞ、引っ掛けて。逆にベガーも上からいけるっちゃいけるんですよね。さあ受け身がないぞ。おお大慶、これはしっかり対策を見せる。なかなかいい動きをしてますね。ジャックしちゃうとね、どっか行くんでしょうねあれきっと。さあこれは、あっと、あっと安い、あ当たらない。おーナイス、ガマチさんいい動き。これはありますね、ありますね。いやなんか安定か、そんなはずはない、そんなはずはない。読んでればまあ逃げジャンプダイティック間に合うと思うんだよね。これは当たらない。おチャックってなんか安定コンボにして反応していった。反応がいいですね、ユーズル。当たる、ドラム缶のおかげで当たったみたいな感じの浮き方。さあ頑張れガマチチ、ガマチチ GO。 うわー反応してるぞ、ユーズル反応いいですね。これは食らう、投げる、はい、まあそういうゲームです、しょうがないです。はい、バイパーさん行ってください。反応し残して、反応したユーズル君が偉かったということでね。さあこれはユーズルさん、さあ課題のホーク戦。あ、なんか大丈夫なんですかね、開幕スライディングは。開幕スライディングスカってましたからね。結構危ない匂いは しますよね。さあ中盤で落とす、何読みのスライディングなのわからない。あ、なんか危ないって、危ないって、なんか特に意思のな感じられないスライディング。名前にも程がある、ね、なんとなく出したみたいな感じの。転んでくれたらいいな、ね、あまり意図を感じない。危ない、だか、あーこれは残りカス当たらないやつ、あれね、難しいですね。難しいんですよ。しゃがむと、あ、フォークはしゃがんでてもいいのか。龍拳だとあれなんだ、しゃがむとガード連眼になるんですけど、立ってると連眼にならないんで。でも最後立った状態でショルテンコマンド終わらすのが難しいんで。なるほどね。途中で入力し、途中でしゃがんじゃうってことね。そうガードしてる途中に。だからそのしゃがんでる時に入力して、そのね、ガードとガードの間のところは立ってるみたいな感じの入力。あーっと、これは食らう。さあユーズルが仕事をして、しっかり、はい、黒いワン全部抜いてください。
しかしでもこれは黒岩さんありますよ。我々残ってるのが川シム、トモザ、ハルキング、ユーズルですよね。まあ、ここの手は全員、ね、そう全然いけますからね。これユーズルさえ倒せば。そうなんだよ。ペコスケがねちゃんと働いてくれてれば勝ちだったと思ったんですけど。さあこのユーズル戦に命をかけろ。うわあ。死んだか。うまい。これはしっかり読み合い。勝ってったぞ。しっかりしてんなー。これは生きた。一度人生をやり直せますね。なんて二度目の人生。二度目の人生転生ですね。今日から二度目の人生。転生。転生したら DJ だった件。さあ、これは嬉しくねえだろうな。嬉しくないだろうな。こんな不人気キャラに生まれ変わっても。こんなんずっとニコニコしてないからね。歯歯いかれますよこんなん。あとあと食らってしまうが、この後うまい。ソバットをしっかり潰した。体力勝ちしてるぞ。黒岩本田がうまい足っこでプレッシャーを与えていく。いやこのプレッシャーすごい。さあなんとか押し返して、うまい。垂直今うめえな。さあめくりが、あー深い、光っている、深い深い。何今の DJ でめくり歩きすぎ、歩きすぎた、飛び越すってなかなかないよ。さあ悪くない。開幕はバックジャンプコパン安定、強えなあの技、汚えにお絶対安定です。さあエアスラ踏ませてラインを上げていきたい。あ危ない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 。相打ちはホンダオッケー。トマタが危ない足だよこれ。危ない、死んだ。ソワット頑張った、よく出したね。頑張ったね。ユーズル結構あのおっと空中で踏ませる、これはでかいぞ。画面しっかりね後ろにスペース作って、ナイスガード。さ あ, さあこれでホン DJ 結果、うわー死んだ。わからない、張り手が怖い、スパコンも怖い、ハリケーン、うますぎ。さあここから黒岩祭りが始まるのか、誰を出していく。まずは同キャラなのではないでしょうか。まずは同キャラ、まずは同キャラだと思います。さあ死んでしまったユーズル、悲しいですね。いや多分あ DJ さん一番うまいと思います。いやあいいですね、その自分がやられたわけではなくて相手が上手かったとね、いいですね。あとこの間まとまった数やったんですけど、結構いけてる感じでした。久々に割と負けたなみたいな。さあ、あーと、色が白い方がハルキングさんですね、はい、本当は同じ色なんですね。そうスタートボタンかな、カラーですね、はい。おーどっか行っちゃう。深めに頭突きすんの結構安定かな。じゃあどっか行っちゃうから、小頭突きだけだもんねあれ、返せんの。ああなってると、さあまあリードしてんならありじゃないですかね。深めに、ちょ浅めに行っちゃうとダメだけど、はい、深めに行けば割といけそう。真ん中で当てるやつね。さあしっかり、さあ黒いワンは同キャラも生きる口なのか。さあぜひクスモンドさんと、ああ頭突き、これあれいけた。いや、小ならいけるのは分かってたんですけど、ああ、そうか、大とか中は絶対ダメだろうなと。さあ、残ってるのは友田川島ですね。で、なんか出たい方出てください。友田川島は2人で相談して順番を決めてください。さあ、友田川島チーム対黒いワンです。いや失礼しましたね。さあさあ、ピロシこれは見といた方がいいんじゃないか。大パン、開幕は大パンからスタート、フレームは安定。さあしっかり抑え込んでいるが、黒いワンさんこれ全然慌てないんですよね。こういう時結構じっくり相手を見てますね。うわーっと、このワンチャン力、逃げた、頑張った。あーなるほどね。あーダルシムのバックジャンプを追う時あのタイミングでジャンプすればいいのね。そうするとこの頭突きが2択になるのね。なるほどね。はい、あーっと大キック、今のね、今のタイミングで取ればいいんだね、バックジャンプに。なるほどね、勉強になる。さあちょっと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 勉強になるな。さあうまい、飛びから
ハメール死んでしまう。死んでしまう、これはちょっとクロイマンさん、ダルシム戦上手ですね。だいぶ上手ですよ、これは。うまいですよ。はい。あーっと、死んだ、死なない、頑張り。いや、だって予選取ってますからね。ビタで今の投げないと食らうんですけど、あー、死んだか。死んだかな、いや、まだだ。張り手、どっか行く、頑張り、まだ生きてるぞ。ゴーゴー、あ、いかんわ、いかんわ、これいかんわ、もうあかんわ、ほぼ生きてる、生きてるだけです、死んでないだけです。あ、さあ、今の死んでないだけの状態だった。お願いします。さあ、しかしバイソンでも、バイソンでもいいらしい。 DJ でもいいよ。やんねえ。さあ、でもゆうべ側勝ってるんじゃないのか、わからんが。ハイボーンだと黒山さん勝たなかった。あ、まあそうね。黒山さんに負けました。はい、この間のフォックスかなんかでも、あの黒山さんに粉砕されましたね、ゆうべがさん、うん、はい、ちょっと焦っちゃってね、珍しく攻めをやられた感じがあります。あー、ショーパンで飛んでる、これはラッシュがすごい、投げ返す、そのこれ、あーあーっと早い、これはどっか行って、さあ黒いワンが、これは待ちの姿勢、天地的の構え、どうなる、どっか行っちゃう、もう何もしない、硬い硬い、片尾、おー、どっかに行く、さあうまい、これはカス当たり、何もしない、どっか行っちゃう、おい、ゆうべがさんが待ってるだけじゃないかって怒るパターン。さあこれは積極的に待ってるだけじゃないというところを見せる。さあ、これは体力イーブンなのでちょっとまだわからない、削った、これ大きいですよ、危ない、逃げる。さあ、削りでリードを取って、ホンダから動かざるを得ないようにして踏んで逃げて、さあここから、ここから時間は50秒数えようとしています。さあ、うまい、うわ、危ない、しっかり、トモザうまいぞ、しっかり上からスパコンが出ない、逃げられない、助けてー、削る、削るの、どっか行っちゃう、うまい、あー、ホンダの存在判定がでかい、全然裏に回れない。クロイマンさんが優勝しました。優勝、じゃあ、今日勝ったのはクロイマンさんということで、そういうことですね。今日は黒いワンさんが優勝でしたね。はい、じゃあ、勝ったのは長州チーム、はい、我々ビリですけどね、はい、どうしたんですかね。どうしちゃいましたかね。敗因は何だったんでしょうか。なんですかね、チームワークですかね。チームワーク、ね、さあ、ということで、勝ったのは長州、ほぼ山本、ピロシ、バイパー、ガマチチ、ペコ、中島、黒いワン、はい、ということで、黒いワンさんがどっちも締めたんですかね。そうですね、はい、ということで、今日は終わりました。24名 8チーム3、たくさんの方のご参加いただいて、はい、で明日は、バーサスで、17時から V3 やって、この小物道、ピロシジャイでも僕は言いたいんですけど、はい、17時からの 3on3 もみんなちゃんと見てっていうことです。見てますよ、はい、見てますよ。なんひどいこと言っていたんだけど、はい、何ですか、すひどいことって。 お坊さんが入れてなかっただけ。そのお坊さんがいなかった。瀬尾さん、瀬尾さんがいなかった。瀬尾さんが入るとちょっと壊れちゃうから、バランス。あ、ニコニコじゃなくて、バーサスのツイッチがありまして、チャンネルが。まあ、詳しくは多分、バーサスのツイッターアカウントの方でやると思うんですけどね。うん、まあ、だからね、3on3 で優勝したりしてもね、なんもないんですよ。そう、悲しいですよ。すごい頑張って優勝したのに、あ、この小物道良かったですね、みたいになって。ないっすあ、はい、みたいな。あれで悲しいんでね、ちょっと 3on3 もしっかり評価してあげてください、皆さん、はい、だって俺この間もあの金子 A4 の前優勝したけどでしょ、うん、なかったことになってるでしょ。何にもそう、あれね、ちょっとあの奪い取られてますよ、うん、パワーを。これは先般、はい、先般草だな。そうですね、先般草。さあ、いうことで明日は17時からそういうので、終わった後からね、
ジャイアンさんと多分7時過ぎ、まあ、7時半ぐらいジャイアンさんとピロシさんがなんか、10先勝負をするということでね、はい、見てください。この放送はこの後すぐ終わるんですか？とりあえず垂れ流しそう、わかんない。はい、30分2時間半ぐらいか3時間でなんか勝手に終わるんですよ。あの閉店時間ですからね。閉店時間というか12時ですからね。はい、あ、そういうことね。はい、今11時半ですから皆さん終電大丈夫ですか？終電大丈夫ですか？では皆さん、はい、またお会いしましょう。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様です。はい。はい、じゃあ、勝った長州チームの方、ちょっと写真を撮りますんで、あ、写真は大丈夫だという方は、ちょっと来てください。Round two, fight! Yoga Fire!
Thank you.
Fight! 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 Fight!
Fire!
Fire!
Fire! 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 F